はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでワッシーさんですね。はい、女子サッカーのね、ワールドカップを2つじゃなくて3つです。よいしょ。で、今日ね、発送します。動画の中でね、申し上げますんで。非常によく売れてますね、引き続き、うん、女子サッカーのカードなんで、まあ、先にトップスさんが出てますけど、まあどうかなというのもあったんですけど、まあホビーもね、ディテールもよいしょ、ちゃんとインサートもあるし、いいんじゃないかな。あ、やっぱり当たりましたね、うん、はい、ベースカードは届きましたらご確認ください。まず299のパラレルサウスアフリカの選手ですね。シリアルは箱でだいたい2枚アベレージで出てきます。このマーベルズに、はい、長谷川さんがやると、これホロ箱1ぐらいですね。マーベルズですね、人気のインサートなんです。マーベル。バスケットもね、うん、どのスポーツも人気ですね。はい。うん、シリアルマーですね。これかな、じゃあ。マーベルズの99だ。あ、これいいっすね、うん。なかなか出ないですよ。やっぱり。やっぱベースセットの方が枚数多いし、他のインサートもいっぱいあるんで、マーベルズのシリアルって考えると、なかなか出ない。綺麗ですね。これも黒着たらやばいっす。黒着たらやばいっす。黒みたい。マーベルズの黒みたい。はい、2つ目。一箱目、まあ、シリアル2枚でしたけどね。あの、マーベルズの、はい、シリアルはかなりいいと思います。これ20番ですね。20人口？あ、シリアル来ました。はい。今度ベースですね。カナダの選手。うん。はい。熊谷さんね。熊谷さん、去年カードあったのかな？はい。フランスの選手ですね。足長いですね。ホロ。ルーキーのホロ。まだですね。あと2パック。はい。赤パラですね。299。またしてもインサートの、はい、シリアルでした。ドイツの選手。で、2箱目最後。なかなかこう、長谷川選手。一本釣り難しいですね、うん、これで何番？11番。やっぱ20人口なのかな。すると7箱1ぐらい、3枚ぐらい出るから、まあケースに2枚ぐらいはいるのか。じゃあ、まあ20人口だとしたらですけど、マーベルズちゃんと番号見たことなかったな。20番までなのかな。な、なんだこれ。黒い。黒い、何これ。あー、国のシンボルのやつか。
はい、ロゴのね、コスタリカですね。これとインターギャラクティックと、マスコット、あとランドマークが、まあ、だいたいケース20箱の中に、4枚か5枚ぐらい入ってて、まあ、それもね、でも結構ランダムっぽいんですよ。1枚1枚ちゃんと出てくるのかなと思ったら、お客さん聞いたら、ランドマーク3枚でしたとか、えってはい、シリアル来ました。イングランドの選手、うん、ランダムのですね。で、国のやつが出なかったり、マスコットが出てなかったりとか、ランダムっすよねっていう。はい、ブラジルの11番ホロ、ちゃんと入ってねえんだ。あ、清水さんルーキー、はい、マーベルズさん、あ、なかなか来ないですね。さっきと同じ選手、あ、2枚入ってる。はい、まあ通常ですね。あ、赤だ。はい、カルーソさん、アリアナ・カルーソさん、おー、イタリア18番。はい、となりました。ちょっとマーベルズのシリアルが赤と99と2枚出ましたね。薄い方ですけどね。薄い方を引いちゃいましたっていうやつですね。で、まあサインとかは出なかったんですけど、まあその4種類あるインサートの一つですね。コスタリカのこのチームロゴですね。99が2枚と、チームロゴと、あとは299という構成でしたね。まあ、チームロゴの方はね、やっぱな、ね、なでしこの、ヤタガラスのやつが出てくるといいんですけど、うん、ね。はい、こんな感じになりました。まあ、これがちょっと出ないインサートというやつです。まあ、フラットにすると、まあ、20箱1なんですね。これもね。それが4種類あると思っていただいて。ただ、まあ、ある程度ランダムに近くなってるっていうところですね。はい。ということで、こちらでね、今日発送いたします。またぜひね、チャレンジしてください。ちょっと、インサート引けたんですけど、まあ、チームロゴだったんで。うん。はい。じゃあ、またぜひチャレンジしてください。ありがとうございます。